白熊ななみん。皆さんこんにちは、白熊ななみんです。本日はいろんな女の子の髪型を描こう基礎編ということで、皆さん動画を見ながら一緒にお絵描きしてみましょう。使用画材はマルマンのスケッチブックと三菱鉛筆ユニボールシグの 0.38 ミリのボールペンを使用します。本日描く髪型はベリーショート、ショートボブ、ミディアム、セミロングの4種類です。それではまずはベリーショートから。輪郭、右耳、左耳を描きます。私は結構輪郭は横長にのっぺりした感じで描くのが好きです。ベリーショートといえば結構ツンツンしたちょっとボーイッシュな感じのイメージなので、毛先はツンツンしているというのを意識してください。そして髪の毛や輪郭一つ一つをくっつけなきゃという概念は捨てて、線と線同士はくっつかなくても OK です。顔のパーツはなるべく下半分にギュッと描くようにしましょう。目は大きめに描くと可愛いと思います。目にまつげを描くことで可愛らしさが出ると思います。ベリーショートの子完成いたしました。ここが難しいなどありましたらコメントください。それではお次はショートボブ。輪郭は先ほどと一緒、そして今回も耳を描きます。ショートボブの女の子、前髪はタッツンみたいな感じにしようかなと思います。今回も今回とて線を絶対くっつけなきゃいけないということはないので、隙間を空けつつ描いてみてください。ボブヘアはこうやって毛先を内側にクイッとやるのがポイントなので、意識して描くようにしましょう。頭頂部はね、結構丸みを意識して描くと可愛いと思います。ぺっしゃんこだとあんまりね可愛い感じがしないので、頭頂部は丸く丸くと心で念じながら描いてみましょう。ショートボブの女の子完成しました。どうでしょう、いい感じに描けましたか？それではお次はミディアムヘアの女の子。なんかミディアムっていうと難しそうな感じがするんですが、いわゆる鎖骨ぐらいの長さの女の子ですかね。今回は耳を描かずに耳出さないパターンの女の子を描きます。前髪はあえて3本だけで表現してみました。髪の毛って結構描きすぎちゃうと妙にボリュームがあるようなないようなっていう微妙なバランスになってしまうと思います。髪の毛の線はなるべく少なく表現できるとシンプルで可愛い絵が描けるんじゃないかなと思います。後ほどね、色鉛筆で色を塗ろうと思っているので、線画はなるべく線は少なく、残りの着色に全てを任せましょう。今回はセミロングの女の子。セミロングって書いちゃったんですが、ロングヘアの女の子だと思ってくれれば嬉しいです。ミディアムの子より少しまっすぐめに、そして線をちょっと増やしたことでシースルーっぽい前髪を表現してみました。髪の毛の外側はあえてちょっとゆるっとした線で描くことで、なんか自然体な感じというか、ちょっと優しいような雰囲気を出してみました。伝わりますでしょうか？今回私が描いた女の子たちはみんな表情が違っていたり前髪が違っていたりするので、前髪や表情の組み合わせを変えて自分なりにお絵描き楽しんでみてください。それではこちらセミロングの女の子完成いたしました。仕上げに色鉛筆で塗っていきましょう。こちら最近手に入れためちゃくちゃ小さい色鉛筆です。愛犬ムックも興味津々でしたね。色鉛筆をなるべく寝かせて持ち、面で塗る感じでやっていきます。今回は右上に光が当たっているようにしたかったので、あえて塗らない面を作って光が当たってるようにしてみました。こうやって塗るとちょっとワンランク上の塗り方っていう感じがしますよね。なんか今回はね、毛先から塗っているんですが、ここら辺の塗る順番とかはね、個人の自由で大丈夫だと思いますので、自分の好きなところから塗るようにしてください。そしてこちら色鉛筆の塗り方はなるべく力は入れすぎず、軽く持ってくるくる回すように塗るようにしましょう。ほんわかとした優しい雰囲気が出るのでおすすめの塗り方です。オレンジ色やピンク色で影になりそうなところやほっぺを塗っております。一番最後に黄色の色鉛筆で全体に統一感を持たせてみました。
こんな感じでね、一番初めはみんな違う髪色ではあったんですが、一つの色を全員に混ぜることで統一感が出たんじゃないかなと思うんですが、いかがですか？はい、ということで本日はベリーショート、ショートボブ、ミディアム、セミロング4種類の女の子の髪型の基本を書いてみました。皆さん楽しくお絵描きできましたか？今回は女の子の基本の髪型ということだったんですが、好評だったらヘアアレンジ編とかかぶり物編とかやってみたいななんて思ってます。こちらの動画が参考になった方はチャンネル登録、高評価ボタンよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。以上、白熊ななみんでした。さようなら。